年です。特別養護老人ホーム小樹園が日南市消防署との合同訓練を行いました。コンセントのショートが原因で夜間に火災が発生したことを想定して、逃げ遅れた入居者を施設職員が安全な場所へ避難させました。そしてベランダに取り残された入居者を消防隊がはしごを使って救助し、消火活動が行われました。大丈夫ですか？大丈夫ですか？今から搬送しますよ。これまでに消防署ではホテルでの合同訓練を行っていましたが、多くの利用者がいる老人ホームとの訓練は今回初。小樹園は津波や洪水などの災害の際に避難所として施設の一部を開放する協定を日南市と2016年に結んでいます。訓練に参加した施設職員は、実際利用者役もつけてですね、避難誘導もしましたので、本番さながらの訓練ができましたので、非常にためになったと思います。実際にやってみることによって学べたので、これからもし火災が起きた時に生かしていけたらいいなと思います。3月1日から7日まで春の火災予防週間です。で、今消防本部では立ち入り検査とか、あと一般住宅の住宅用火災警報器の啓発活動も行ってますので、火災はちょっとしたことで、発生しますので、火の元には十分ご注意ください。日南市消防本部によると、日南市内で今年に入って8件の火災が発生しています。